皆さんこんにちは、 T5 ジャズレコーズの清水です。横浜ワイン会ポッドキャストの第1回をお送りいたします。なぜ横浜ワイン会なのか。実はもともと東京新橋で、私たちが新橋ワイン会という名のもとでちょくちょくお酒を飲んでいたんですね。メンバーは T5 ジャズレコーズのほぼ全てのスタジオレコーディングからミックスを担当してくれている斉藤隆興さんというレコーディングエンジニア、森山直太朗さんや大塚愛さん、何より小袋からは絶対的な信頼があり、レコーディングからツアーまで小袋の全ての音は斉藤さんが作られています。もう一人は耳たぶというマネジメントやプロデュースを手掛ける会社の代表の大谷智弘さん。小袋やゴスペラーズ、かつてはプリプリなどを大ヒットさせた笹島正則さんという音楽プロデューサーや斉藤さんのマネジメントも手掛けていて、それはもう様々な現場で酸いも甘いも知る敏腕プロデューサーといえばいいのかな。そしてもう一人は T5 ジャズレコーズプロデューサーの私、清水でございます。そんな3人の酒飲みグダグダ話でも、意外と音楽好きな人の中には面白がって聞いてくれる人がいるんじゃないか。せっかくポッドキャストという世界中からアクセス可能なバーチャルな感じでお送りするのであれば、私ども T5 ジャズレコーズは横浜発信を歌っているジャズレーベルなので、横浜ワイン会という名前がいいのではないかと、そんなゆるい感じで始めました。簡易レコーダーで撮っているのでちょっとノイジーだったりしますが、どうぞご了承ください。第1回のテーマはオーディオ都市伝説です。どうなるかわからない感じで自由に収録したら随分盛り上がってしまいましたので、何回かに分けてお送りしたいと思います。ではまず第1回お聞きください。ケーブル何がいいかな、何があったんですか。いやちょっとこのオーディオ都市伝説ちょっと面白いなと思ったんです。オーディオ都市伝説どんなのがあるんですか。オーディオファイルの人たちが、うん、まあ、昔だとマニアだけど、うん、思ってる、うん、ことは、うん、全部都市伝説って言われてからね、ネットでの世界ではね、割とほらほらほらこれがちょ大谷さん中心に進めていきましょう。まずだってもうこれがさ、ね、だってほらあんま大きい声で言っちゃいけないかもしれないけど、うんうん、いわゆるそのプロのさ、うん、制作現場にいるようなディレクターとかプロデューサーの人でも、うん、いわゆるその電源ケーブルとかを変えても音が変わるなんてのは嘘だって言ってる人結構実はいるからね。何ですか、うん、あれ例えば体験できてないって話ですよね。でもそれはそれはどうでも体験でもマスタリングとか立ち会ってんだよ、その人。そうかそうか、だからそこでケーブル変えたりしてるの見てるはずなんだけどね。確かにあんまりね、そうだよ、ドハマりしてるんですかね。だって僕もフルスであんまりそういうことにこだわり持ってる感じの人っていなかったですもん、うん、いなかったですよね。いない、あ、そうですか、うん、たまにいますけど、うんうん、少ない、すごく少ないですよね、だって家で何で聞いてんのって言ったら大したことないオーディオしか聞かない人多いっすよ。まあそれは確かに、ね、何をリファレンスにしてんだろうって思うぐらい。まあ日本の住宅環境と例えばレコーディングエンジニアって言っても、うん、会社の人たち、うん、フリーじゃない人たち、うん、ってやっぱりある程度限られてるじゃないですか、うん、予算っていうのが、うん、そうするとね、実は家では大したことがないって。僕がよくお願いする人も自分で言ってたからな。誰とは言えないけど、まあここに来ればいいんだと、まあ俺もそういう力があるけど、うん、スタジオに来ればいいんだと。スタジオにありますからね、それなりの機材が。まあスタジオ、まあ、確かにスタジオで経験積むと、そこのスタジオのこの音だったら大丈夫っていう経験則みたいなのできますもんね。うん、そうなんですよね、うん、ただあれですよね、スタジオとかだと最初から決まってるじゃない、うん、要するにまあ施工から何から始まってしっかりした人が選んで、確かにこうガツンと置いてあって、うん、それでまあ新入社員で入って聞きましたっていうので育っていくんですよ、うん、そっから育っちゃうんですよね。そうで、オーディオファイルの人たちは変えるっていう手が、うん、お金があったりは時間があったりするから
組み合わせが割とこうできるんで、うん、結構深いとこ行って、そうですね、深いところに行きますよね。だから今その例えば僕これも25年前、もう20年ぐらい前かな、うん、そのレコーディングエンジニアと話してて、斉藤じゃないんだけど、うんうん、要するにそのデジタルケーブルで音が変わるなんていうのは、うん、理論的に絶対おかしい、おかしいんだけど変わるんだよなっていつもブツ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 言ってるわけ。変わるのは分かるんですよ。変わるのはそうしたらもちろん分かるよ。変わる、ね、おかしいよ。だからなんか間違ってるに違いないって、ずっとその間違いを探してるのが結構面白くてさ。いや、変わってんだからいいんじゃねえの、いいやつを選べばと思うんだけど。いや、でも不思議ですよね、あれは。不思議だよね。だって本当、さっきもおっしゃった、理論的には変わんないわけじゃないですか、デジタルの進化っていうのは。あれは本当不思議ですよ。理論的には変わんない。こういうね、うん、オーディオインターフェースから、USB で。うん、そう。うん、流れてるデータ同じはずなのに、そのケーブルが違うと違うじゃないですか。なあ、どういうことって。そう、ちょうど今フェイスブックで山木さんっていう博士くんとか のマニピュレーターとかやってる、はいはいはい、山木くんがちょうどそれとこの状態で、うん、繋いでて、うん、あれはだから RME と Mac でこう繋いで、うん、USB ケーブルデジタルでもやっぱ短い方がいいんですねとか言って、うん、この際だからいろいろ試してみようとか言って試してんだけど、やっぱ全然違うみたいで、ね、しかもやっぱ高いものを買えばいいのかっていうとそうでもなくて、ああそうそう、値段じゃないんですか、ね、そう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 、あベイビーフェイスだ、そうだから値段じゃないみたい でそれはよく、あ、ステレオサウンドの人にいろいろなってくれますよ、これやっぱり。やっぱり短いのもらうんだね。短いんですよ。太いですね、またそのケーブルが。かといって太いからいいってわけでもないんですよね。ちょっと待ってもらいますか。これもラインケーブルですね。あと3本ぐらいあるんです。これすごいね。うん、音良さそう。でしょ。そうなんこれすごい。これ何？サイズ。あ、これ、あ、これスープラね。これ有名なんですよ。あ、そうなんだ、うん。このケーブルメーカー、スウェーデンの。僕もね、一回ね、ちょっとこう入りかけた頃にね、これのね HDMI ケーブルなんか使ったことがあるんだよな。でもこれ分かんなかったけど、太くて硬いから使いにくいよね、これ垂直にしか置けないですよね。使いにくいそのトーンだ。なるほど、これはエイム。結構こうこオーディオ好きな人ってね、あ、これは分からない、こういうところにハマり出すと。いや、そうですよね。これ1本で1万円とかするんでしょ、きっと。そうですね。この長さがいいんですか、あんまり長いと。あ、なんかね、やっぱ短い方がいいんだろう。プロケーブルっていう割とこう信者が多い、うん、割とこうなんていうのかな、ベルデンとか進めてくるとかなんだけど、はいはいはい、そこのサイトに確かね、本当は20センチが一番いいんだみたいなこと書いてあったと思うよ。だいたい20センチぐらいですね。忘れちゃったけど。いやいや、そうよ。確かの人もこれ多分そういうので、そう、プロケーブルってね信者多いんだよ ね。森崎くんとかね、マスタリングエンジニアとかね、 あと河合健とか、河合さんね大好きなんだよ、ね、いや大好きですよね、河合さん。うちもね、あ、清水さんもあれ持ってるって言ってましたね、デジタル系のケーブル、なんかプロケーブルで買ったやつ買いましたね。うちもね、うちもね今 USB ケーブルね 2.0 だけ、うん、C じゃないやつはそれ使ってんだよね、うん、そう、こいつから自宅の、うん、あ、違うか、こいつじゃないな、家のダックの方か、はいはいはい、CD プレイヤーと、うん、CD プレイヤーっていうか、まあ僕の場合ユニバーサルプレイヤーなんですけど、うん、それとつなぐケーブルをそのプロケーブルにしましたね。ああ、そうですよね。これもね、本当に短い方がいいんすかねって一応。昔ね、そのスピーカーケーブルを変えると音が変わるっていうのは、うん、あれはね、うん、まあ、直接的ですからね、まあ、あれしかもアナログじゃないですか、アナログです、はい、だからすごい納得いくんですよね。納得いきますよ。ね、デジタルデータが流れるケーブルで音が変わるっていうのは本当不思議なんだよな、ね、15センチって書いてあった。15センチが理想。15センチか。でも音楽には20センチが理想って書き直してありますね。検証したら20センチがいいらしいですね。それはなんかデータを取ってなんですよね、きっと。聞いた感じなのかな。聞いた感じなんじゃない。データ取る人がいないんですよね、こういうの、うん、まあ、ね、うん、しかもだって最終的にはこうね、耳で聞いた感じだから。そうそうそう、必ずしもね、データでどうこう、うん、マスタリングの時データの こう周波数がさ、こう目に見えるやつ持ってきて、オシロスコープ持ってきて、うん、ずっとそれ見ながらマスタリングしてる人いたけどね、うん、いや昔は人いましたよ、いました、いました、うん、そうなんですか、うん、あれはね、どう見てもね聞いてないんですよ。
見に来てんのね。あでマスタリングエンジニアの人に、うん、そあのあの時ね、だと思うんだよ、たくさん女性の、うん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 、でたまなんかね、俺その変なインディーズミュージシャンと付き合いができ誰かに紹介されて、うん、さんだったかなと言ってるってことは、はいはい、でなんか行ったんですで練習立ち合いに、そしたらずっとここがちょっと落ちてますね、へこんでますねとか言ってるわけ、すごいね、ハケシロスコープみたいな、それでああそうですかなんて言って全部そう年齢じゃないですか、ね、それ俺もやっちゃう、でなんか出来上がったもの全然音良くないからさ、気の毒だからあれだけどさ、まあ別にやってる音楽がね、ブルースのね、ベースレスの方、ベースレスのトリオの歪んだブルースだから別に音がいいとか悪いとかあんま関係ないと思うんだけど、まあね、やってることとあんま関係ないと思うんだけど、ただちょっとなかなか衝撃的ではあったな、ね、おーすげえな、完全に目でやってるわこの人いるんですね、いるよ、でもいろんな人いるからね、うん、オーディオ、まあ、全部都市伝説されちゃうからさ、なるほど、でもだから聞かないでエンジニアできるんだったら誰でもできる、性が分かればできる、ね、そうね、あとか、うん、だからあとなんだっけ、あの圧縮ね、あのフラッグの、はいはい、フラッグあれ可逆圧縮だから、うん、あの要するにその元に戻ってる、うんうん、理論的に元に戻ってるから、可逆圧縮とそのまあただワブと、うん、まああの同じの音源とフラッグと聞き比べて違うって言ってるやつはバカだって言い切ってるサイトいっぱいありますよ。あ、そうですか、あれは明らかに違います、ね、でもこれはね違うんだよね、違いますよね、違うんだよこれは、ね、あるあの評論家の人とその人の自宅のオーディオでワブとフラッグと聞いて、違うねこれって言って、これ明らかに違うんですよ、だからそう言ってる人たちもあのまず聞いてないんだっていうのが多分ね、誰が聞いても分かると思うんだよな。いやあれは分かりますよ、分かるよね、あの並んで、ま、パッて出てきてどっちですかって言われたらさ、うん、1個出てきて、うん、それは分かんないけどさ、分かんないけどね、うん、並んでたら大概分かると思うんだよね、ただなんで違うのかは不思議ですよね、そうなんで違うのか分かんないけどね、違うのが不思議、可逆って言ってるからには、いや理論的にはだから絶対変わってないはず、データ的には元に戻ってるはずなんですよね、元に戻ってるはずですけどね、だからそのこれもね、まあもういろんな理屈が重なってきちゃうから、あの要するにそのワブの方が音がいいって言ってる人たちは、あの要するにその回答するから、回答するときにあの CPU のパワーとか取ったりいろいろこう一手間入るんで、そうするとやっぱりコンピューターの処理上ね、まあ、リアルタイムやってますからね、負荷がかかって、うん、かかるからワブの負荷がかかってない、うん、やってる方の方が、うん、あの音がいいに、まあ、ストレスなく出てるんだって言うんだけど、はいはい、うん、その変わってない派の人はそんなこと言ったってワブはでかいじゃないかと、うん、そうでかいデータを一瞬にリアルタイムで読んでんだから負荷かかってんだよと、はいはいはい、こっちでそんなの変わんないんだよって言ってたけど、どっちが負荷かかってるかも教えてくれないのねそういう人たちは意外に聞いた、そういう人たちはね、マイチューとかも信じないんだよね、やっぱり、うん、要するに電源ケーブルを変えたら音が変わるとか、マイ電柱立てたら音が変わるとか言ってるやつは、もう総じて全員バカだとかって言っちゃいけないんだけどね、バカだとか言うんだけど、あの明らかに違うっていうのをね、なかなか分かってくれないんですよ。あれ前だってタモリコラボかなんかでもやってましたもんね。やってましたね、あのあれめっちゃ面白い、オーディオファイルだから、うん、やっぱり全部何やっても音変わるから恐ろしいだったらしいだと思うんだけどね。そうですね、うん、まあ、別にそこまでこだわってあれなのかってのあるけどね、まあでもそこが楽しいからね、オーディオファイルってやっぱそんなに楽しいと思うね、自分の好きな音楽、うん、いい音できた方が楽しいと思うんだけどね、いやそうです、うん、やっぱり iTunes で家で自分の好きなのが iTunes で、まあ、例えばスピーカーで聞くにしても iTunes で聞くのと Spotify で聞くのと、うん、ハイレゾのデータで CD で聞くのと全部音違うからさ、そうですね、やっぱり CD とかハイレゾの方が盛り上がるけどね、うん、個人的にはかもしれないけどいや MP3 の方がいいあれなんだ、ね、あとカーステレオでも、うん、今時のカーステレオって取り込んじゃって MP3 にしちゃうやつとかも結構あったんだよね、まあ、今ちょっともう CD プレイヤーすらないかもしれないけど、
ハードディスク入っててね、ハードディスク入ってて、コピーしてっていうのありましたね、うん、でもそれよりも普通に CD をピャッと入れて聞いた方がね、うん、絶対いいんだよね、全然違いますよあれは、ね、うん、全然違うよね、違いますね、あれ不思議です、あれだからそれで聞いてほしいんだけど、うん、みんなあんま何にも思わないで何にもやってるってすごいなって個人的には逆に、なんていうの、無頓着な人たちがなんかもったいないなっていう、まあまあそうですよね、うん、だってねえ、CG なんかどうせ聞かす決まってんだから車の中置いてけばいいんでしょ、うん、でも車でねこう爆音にして聞くと気持ちいいじゃないですか、一人で乗ってる時とか、うん、ああいう時に圧縮音源かそうじゃないかでものすごい差が出ます、うん、出ます、いや、すごい出ますよ、もうやっぱスカスカの音ほど、うんうん、上げれば上げるほどスカっていう感じが、どっか厚みが、厚みがないんだね、あ、それは僕はあのあれですよ、そのね、横浜のベイクォーターっていうところであの BGM とか、あ、はい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 、こうオープンな環境で音を鳴らすっていうことがどういうことかっていうのを、うん、あそこですごい体験しました、うん、でまあ昔あの古巣の、ね、ソニーで、うんうん、あのエンジニアの人と話してた時に、なんだっけ、サッカーのワールドカップの中継をヨーロッパから日本にデータで送って、うん、それをスタジアムで流した時に、最初はワブでやったんだけど16ビットの、うんうんうん、なんかそれじゃ全然音がダメダメ、なんか DSD でやったらよかった、本当にそこまでやらなきゃやるの DSD でやったのか、これ真面目な話で、それ結局でもね、なんか企画倒れになっちゃってテストまでやって終わっちゃったらしいんですけど、でもやっぱスタジアムクラスだとそれぐらいやんないとダメだったっていうのは言ってましたね、なるほど、ね、それはですか、あのマスタリングもレコーディングもする人ですかかな、そうかもしれない、 あの人ほら、あのあれだからこの間去年のインターナショナルオーディオショー行ったら、うん、あの大砲の音ね、あの DSD 録音して聞かせてマジですか、面白いことやるなたまたま見に行ったんですよ、時間がポッと空いたんでね、でなんかこう見てたら、あ、まるまるさんだと思って、うん、何やってんだろうと思って見に行ったらなんか自衛隊演習場かなんかで戦車が撃つ大砲の音と、すごいね、 DSD ロゴ、あのソニーのレコーダーですよ、ちっちゃい、はいはい、DSD、こういうズームみたいな、まあ、確かに大音量のものって、うん、そのだからハイスペックで撮らないと撮りきれないっていう、まあ、ダイナミックレンジが、そうなんです、それが DSD とかなんかそういうのなんでしょうね、うん、そうそう、だ昔のアナログ時代のそのクラシックのなんか、うん、すごくね、クラシック疎いのよくわかんないんですけど、うん、クラシックなんかで最後に大砲鳴らすやつがあるらしいんだよね、うん、あ、ありますね、なんだっけ、有名な、うん、すごい有名なやつなんだけど、うん、それアナログだとやっぱ音になってないんだって、聞いたことないんだけど、うん、そうでしょうね、うん、あ、そうなんですか、音になってないんだって、そう、拾えてない、拾えてない、あれは何なんだろうね、音が変わっちゃうじゃないですか、音変わっちゃうみたいな、大砲の音に聞こえないとか、そうそうそう、聞こえないんだって、あ、うん、でそれあの取り切れないから、ね、データっていうかその波形みたいなのでこう説明してくれてちょっともう忘れちゃったんだけど、うん、でも DSD だとこんなに迫力ある音で撮れます、まあ、確かにそうかもしれない、音とかもなんかねちゃんと撮ってなんか流してるあるじゃないですか、サウンドとか、うん、ああいうのも多分ちゃんとした録音なのかな、なるほど、ね、まあだから要するにこう上がってどんどん上に行った方がリアリティがあるってことなんだろうね、うん、そっかそっか、そうなんだな、まあ、その時あのそうなんだろうなと思ったわけ、ハケミだときもね、ただその会場に合わせたスピーカーっていうのがブックシェルフのすごいちっちゃいやつで、どうっつってもあまり感動はない一応オチがあるんだけど、そうすがない、そういうオチなんですよそれすごいでかいやつで、あなたの部屋にあるあの大きいスピーカーで聞きたいわみたいななるほど、そうそう、その時も新発売のこうちっちゃい、本当にちっちゃいスピーカーをこうサラウンドにして鳴らしてあんまりもあるんですけどね、なるほど、ね、いやでもそうね、まあ、いい音で聞いた方がねいいと思うんだけど、そう言わない人たちがね、なるほどね、いっぱいいるってね、オーディオ都市伝説ってあの、thank you.
皆様いかがでしたでしょうか。近いうちに第2回もお送りしたいと思いますので、ぜひお聞きください。 D5 ジャズレコーズがお送りしました。